シマノソラリアディレイラーソラは、シマノが作るロードバイク用コンポーネント。デュラエース、アルテグラ、105、ディアグラに次ぐ上から5番目のグレード。クラリスの上位にあたり、定価10万円程度の入門用スポーツバイクの、完成車に取り付けられて販売されていることが多い。2017年現在リアの変速段数は急速である。シナ版は3000番台で、2017年現在では、 R3000 番台がリリースされている。1990年代になると、ロードバイクの楽しみ方が多様化し、従来のロードレースだけでなく通勤、通学、そして自転車旅行にも用いられるようになった。これを受けて1995年に、シマノはそういったユーザーを狙った低価格コンポーネント RSX を開発。2000年リアが発足化された後継モデル。 ソラがデビューした。リア発足で耐久性、メンテナンス性に優れ、前述のユーザーだけでなく、ロードバイク入門用としても用いられることが多くなった。ソラシリーズの中で唯一の日本製である。2007年から3400番台がデビューし、リア急速化。3400番台までは、デュアルコントロールレバーのワイヤー巻き取りレバーと、 ワイヤーリリースのレバーが離れた位置についており、コンフォート系のポジションで扱いやすいようになっている。また、クランクセットは、右側クランクと、シャフトが一体型の2ピース構造となった。2012年から3500番台がデビュー。上位グレードと同様のワイヤーリリースのレバーが、ブレーキレバーに隣接したタイプの、デュアルコントロールレバーとなった。また、 同時にフラットバーロード用にラビットファイアシフトレバーとブレーキレバーも発表された。3500番台は2012年2月に発表、同年7月より展開されている。2016年 R3000 番台がデビュー。クランクセットはチェーンガード付きを除き、従来の5アームから上位グレードと同様の4アームへ、デュアルコントロールレバーがシフトワイヤーを ハンドル内蔵へと変更となり、オプティカルニアディスプレイは廃止になった。ありがとうございます。